マイズムチャンネル。はい、皆さんおはこんばんにちは。マイズムチャンネルのゼブコウです。ということでね、本日の動画はね、サムネとタイトルを見ていただけば分かる通り、麦わら帽子を作って、ルフィにプレゼントする動画ではありません。はい、ということでね、今回の動画はですね、まあ、近況報告と、まあ、今後の、なんていうんだろうな、動画の方針というか、そういうのの話と、まあ、ちょっと一応ね、まあ、あっち側にちょっと見えてるかもしれないんですけど、一応、前作った石膏巣を、まあ、くっつけて、まあ、この見たと、見ればわかる通り、引っ越しはね、まだしてくれてないんですけどもね。まあ、いろいろね、一緒に見てもらえればなと思って、動画回してます。ちょっとね、すごいこのケースがね、結露しちゃってて、ちょっとね、もう、見えないんですよね、よく。この角度からじゃないと。他の角度から撮ると、ちょっともうなんか、あれだよね、雨上がりの窓みたいになっちゃってて、もう中でこいつら溺れてんじゃないかなみたいな、そのぐらいのレベルでね、結露してますんで。まあそんな感じでね、見ていきましょう。バザー。はい、ということでね、まずちょっと生態の方をね、見ていきたいんですけど、まあこんな感じでね、とりあえず元気ですね。で、ワーカーもなんとね、12匹になりましたね。自分の予想通りね、7月中にね、10匹超えるんじゃないかっていうのはね、当たりましたね。まあ誰が見ても分かることなんですけどね。ということでね、どうですかね、皆さんから見てどうすか、このうちのマザーの状況は。状況ってなんだよ、状態は。結構ね、ツヤツヤでね、餌もね、結構よく飲むんでね、2日に1回ぐらいのペースでね、あげてるんですけど、ちゃんとお腹も膨らんでね、結構健康的でいいんじゃないでしょうか。ね、すごいなんかやっぱり増えてきてね、どんどん賑やかになってきて、観察も面白いですよね。はい。で、こういうたまに固まってるやつとかいるじゃないですか。たまに眉の下に、もう潰されちゃってるやつとかいないですか？そういうの見るとちょっと心配になっちゃいますよね。こいつ潰されてんじゃんとかと思って。そしたらね、なんか、普通に動き出したりするんで、まあ、だんだん慣れてきましたけどね。ちょっとね、怖くなっちゃいますよね。やっぱ、可愛いんで、本当に、すぐ心配になっちゃいます。俺がこの部屋ちょっと暑いなと思ってクーラーつけるのですら、こいつらにクーラーつけても大丈夫なのかなとかって思ったりして。まあもともとめちゃくちゃ寒くするタイプの人間じゃないんで、まあ、26度とかで風量は自動とか静かとかでやるんで、そこまで冷えたりはしないんですけど、まあちょっとね、この子たちが部屋にいるんで、大丈夫なのかなとかって思います。あとはね、暑い日の昼間とかは、仕事行きながら、暑いの大丈夫かななんてね、思ったりしてね。まあ、猫も飼ってて、そいつのこともすごい心配なんですけど、この子たちもね、すごい心配ですよね。結構ね、眉とかも多いですね。まあ、これが第一陣のやつらっていう感じなのかな。うん。ていうか、本当になんか初のワーカーっていう動画とちょっと見比べてほしいんですけど、本当になんかワーカーのサイズが全然違いますよね。なんか本当にたくましくなってね、すごいね、嬉しい限りですね。で、眉もね、また増えてきたんで、ちょっとあんまり今黒いのとかは見当たらないんで、まだもうちょっとかなって感じなんですけど、すごいまた勢力が拡大していくのがね、楽しみですね。ということでね、ちょっと前作った石膏巣どういう感じになってるのか、みんなもしかしたら楽しみにしてくれてる人もいるかもしれないんで、そちらの方をね、見ていきたいと
思います。はい、ということでね、じゃあこっちのね右側の石膏層を見ていきたいと思うんですけど、まあ見てわかる通り引っ越してくれてはないです。本当に多分1週間前ぐらいにもう増設はしたんですけど、ダメですね。あともうこの石膏数作ってる最中からもうこのこっちの平型の方はいいやと思って、吸水の方してないんですよね。もう乾燥させちゃえと思ってなんですけど、ちょっと全然ね、もう見てわかる通りすごいことになってますよね。もう溺れちゃうんじゃないかっていうぐらいの結露なんですよ。なんでなんかまああれですよね、出てこない、湿気がね溜まっちゃってるんですよね。こう多分逃げ場がないと思うんですけど、まあそれでねちょっとね引っ越しにね手間がかかってるというか、引っ越す気がないというかね、そんな感じになってるんですけど、でまあとりあえず全体っていうか、まあこっち見せるんですけど、はい、見えますかね、こんな感じです。でこっちにいつも右にこっちにいつも餌場をねつなげて餌くれてるんですけど、今のねこのねここの部屋の使われ方はね正直ただの通り道です。もうね本当にただの通り道で多分引っ越してくれないと思うんですよね。しかも残念なことにここをこの手前ねすごい掘り返されちゃって、であっちとかにいっぱい粉ポロポロって落っこってると思うんですけど、あれ全部石膏をかじられてなんかね散らかされちゃってるんですよ。でこっちのねカビの上とかにもねポイポイっと置いたり、この壁とかをねなんか勝手にインテリアしてみたりしてるんですよ。あとはこの出入り口をなんかこうちょっと狭めて通りやすくしてるのか、まあなんか外敵入ってこないようにちょっと狭くしてるのかとかちょっとわからないんですけど、まあそんな感じでね巣としてはね使ってもらえないのかなって思ってますね。でもこっちの環境があって、ちょっと待って、ガガガブレブレ、こっちの環境がある中でここから動かないっていうことは、まあ動く気がないんだなっていうことだと俺は取ってます。まあこれを作った時のねコンセプトとしてアリさん主権って言ったんですけど、まあこいつらが決めることなんで、とりあえずまあここはこう置いといて、あ出てきてますね、走ってる走ってる、まあ、こうやってね遊びには来るんですけど、こうやって遊びには来てるんですけど、本当にねもうこの部屋は本当に通るだけです。こっちはなんかこうここの石膏をこじくってどっか持ってったりするんで結構まあ来てるんですけど、いやまあ使ってくれなそうですよね。まあもっと本当にすごい勢力拡大してなんて言うんだろう、もう無理だよみたいな、もうこの中にいられねえよってなったら、まあいやいや使うんじゃないかみたいな、いやいやって言ったらあれですけど、はい、まあそんな感じですよね。結構ねこの右側の乾燥地帯はねなんかうまくね綺麗に決まったって思うんですけどね、自分は結構気に入ってますね、この右側のこのレイアウトは。でもいつもね餌はこっちから持ってって、こっちから餌取って普通にただ帰っていくだけっていう、本当になんかお庭みたいになっちゃってますね。まあそんな感じですね。はい、だからまあこのカビもまあこいつらの中では、こいつらとか言ってあるんですけど、この子たちの中では別に許容範囲なのかなって。でちょっとこうなんか石膏とか置いたり自分たちで対策してまあ上手にやってくれるならそれでいいかなって思います。そんな感じですね。
うん、賑やかでいいですよね。雑談タイム。はい、まあそんな感じでね、近況報告としてはまあそういう感じです。それでですね、ちょっとこれからの方針っていうか、まあちょっとなんて言うんだろう、クリックしてこれを見てくれてる人にしか多分伝わらないようなことなんですけど、ね、サムネとタイトルじゃ伝わりきらないこともありますからね。それで、あの、なんて言うんだろうな、まあ、方針っていうか、ちょっとね、あの声帯の方をね、ちょっと増やしたいなと思ってまして、で、まあ、普通だったら、普通がどうかよくわかんないですけど、みんな購入っていうよりかは、多分、女王をね、採集して、来るんですよね。上手な人っていうか、その、すごい、まあ、長くやってるベテランさんとかっていうのは、まあ、大体女王を採集して、飼育をね、どんどんしていくっていうイメージなんですけど、自分の中で。でもちょっと女王を、まあ、何匹か自分も多分捕まえてるんですけど、多分っていうか、まあ捕まえてるんですけど、なんかね、いかんせん、いい感じになってくれなくて、いい感じの、こうなんていうの、コロニー化が進まないというか、まあ、まあ要は卵をね、あんまり産んでくれなかったりするんで、まあ、ちょっとね、購入の方をまた考えていまして、で、まだちょっと何買うかとか決めてないんですけれども、まあ、なんだろうな。で、せっかくなんで、自分が住んでる地域だとか、そういう採集できないような、女王を、まあ、そのアリの専門店っていうんですか、まあネットとかで、まあ、購入しようかなっていうふうにちょっと考えてますんで、ぜひね、それをね、買って開封したりする動画もね、今後撮っていけたらなっていうふうに思います。まあそんだけの話なんですけどね、その今後の方針っていうよりかは、まあ、ちょっと生態を増やしたいなって考えてますっていうような、話です。で、またね、その子がね、ついてっていうか、まあ、うちのね、仲間に入ったとして、まあ、そいつ、そのコロニーがまた大きくなった時に、自分のね、また違う、また新たなね、こういう石膏巣を作成して、まあ、今度は住んでもらえたらなって思います。で、ちょっとね、湿気のこの問題なんですけど、多分逃げ場がないんですよね、湿気の。で、ここもこう吸水して、ちょっとこうひたひたに、ひたひたっていうか、まあ結構湿度高めに保つ部屋になってまして、このね、隣で、だこっち側にこの石膏巣をね、この石膏巣をこっち側につけるようにして、まあちょっと飼育環境をね、またちょっとだけ変えてみようかなっていう風に思います。はい、そんな感じですね。で、ちょっとめちゃくちゃ余談になるんですけど、皆さん、あのアリのエンサイクロペディアさんの、何ですか、アリフェスイベント参加しましたかね。自分、あのめちゃくちゃなんかすごいなと思って、なんか本当にこのアリ飼育してる人とかしたい人が、一つの、その、なんていうんですか、場所に集まって、ああやって抽選とかして、なんか、まあ、そう、まあ、主催してる側ももちろん楽しいでしょうし、その、抽選でね、こう、俺当たるかな、みたいな、そうなって、ちょっとワクワクして、一週間を待つとかって、そういうのがすごい感動して、もしね、俺もね、結構、見てくれる人が増えてきたりしたらね、本当にやってみたいなって思いました。本当になんかすごいですよね、YouTube って。自分まだ始めたばっかりで、ちょっとよくわかんない部分とかもあるんですけど、なんか本当にね、すごいと思います。イベントとかできてね。で、
まあ、それこそね、自分の動画にね、たまにコメントしてくれる人がいたりするんですけどもね、本当にね、すごいですよね。この世界の中でこの動画見てくれて、かつ俺の動画にコメントをしてくれたり、その高評価をしてくれたり、ましてやチャンネル登録してくれてる人なんていうのもね、まあ何人かいるので、本当にね、嬉しい限りですね。ちょっとまあこれからもね、まあ、頑張るっていうあれではないんですけど、まあいい、皆さんと一緒に楽しめるような動画作りをね、していけたらなっていうふうに思います。そんな感じですね。はい、ということでね、今回の動画はね、ここまでにしたいと思います。ちょっとね、本当にただのね、また近況報告動画と、まあ、ちょっとした話っていう感じになっちゃったんですけど、ね、ちょっと残念でしたね、ここあんまり使ってもらえなくて、まあ、通り道にはなってるんで、こう歩いてる姿とかを見るのはね、とっても面白いんで、ちょっとまあここはね、なんて言うんだろう、ちょっとした庭みたいな感覚で、まあやってもらえればいいかなって思います。まあ、こういう感じで遊びには来てくれるんで、まあ全然いいかなって思います。はい、はい、ということでね、今回も自分の動画を見てくれて本当にありがとうございます。ちょっとでもね、アリの飼育にね、興味持てたり、またはとかつって、なんだろうな、ちょっとでもね、いいなって思ってくれた方は、高評価とグッドボタンの方をね、お願いします。でちょっとね、まあ、そこまで無理やり引っ越させる気はないんですけど、まあちょっとこうやったらうまく引っ越してくれるんじゃないかなみたいな、そういうアドバイスとかありましたらね、ぜひコメント欄にてね、教えていただけると幸いです。はい、ちょっとね、どうなんだろう、みんなさすがにここまでは湿気出ないよね、多分こっちからね送られてきちゃってると思うんだよね。はい、ということでね、また次の動画もね、楽しみにしててください。はい、では皆さん、さようなら。